はい、ひとつき万歳清水です。えー、石原慎太郎さんがお亡くなりになりました。えー、この件についてですね、まあ、いろんなマスコミが報じているんですが、まあ、マスコミが報じていない部分もね、あの、ありますので、ちゃんとね、話をしていきたいなというふうに思います。まあ、東京五輪の滞在をね、書かれた元白報堂作家の本間隆さんと、えー、その話をしていきたいんですが、やはり何よりもですね、あの、一個ね、 あのー、伝えておきたいのは彼がいなければ東京オリンピック2020なかったね。うんうん、というのが一番で、えー、あとね、えー、税金4兆円ぶち込まれて医療崩壊が起きたオリンピックなわけですよ。ねまあ、これについていろいろ語っていきたいというふうに思うんですが、まあ、とはいえ昨日お亡くなりになりまして、ね、ああの石原慎太郎さんの、ね、ご冥福お祈りいたしますと。 いいいうことではいえー、本間さんよろししくお願いしますよろししくお願いしま,すまあ個人的にはねあの経営者としてはですね新銀行東京で東京都を引っかき回してくれた人っていうイメージの方が強いので、えー、それについて語りたいんですけど、まあ、やっぱりオリンピックオリンピックオリンピックネタということで、えー、本間さん亡くなっちゃいましたね89歳かうーんまあもうなんか最近ボケてるっていうねうん。 がちらほらあったりして、うん、全然表には出てこなかった、ね。うん、でもなんか時々なんか石原こんなこと言ってるみたいな、うん、本当かよみたいなのが流れてることもあったけどまあでもほらやっぱり去年の衆議院選挙の時も全く表に出てこなかったからさ、うんうん、まあ伸びてる の応援にも全然来なくて、うん、ねまあノ<う>びてルが落ちた理由はまあお父さんがあのプレッシャーが少なかったんだろうなっていうふうに思いました私う,ーんうんまあ結局はさすべてが親の七光やったっていうね <laughs> いやーもう安倍晋三が石原慎、えー、太郎のことを褒めてるし で橋本あとまあ、あのー、石原慎太郎さんって日本維新の会の共同橋本徹さんとの共同代表でしょそう発足当時ね <laughs> でもその後ぶ分発し分島しちゃったんだよキャラが濃いからうん、うん、でまあとはいえずいぶん年齢も離れてるしさねうん <laughs> まあなんだっけそれでほら若い頃のヒトラーに似とるのって言われて喜んでたわけじゃんそ,<う>その当時はえへって橋本さんがマジで<う> <laughs> <laughs> 石原慎太郎に言われたら腹立た,たんが、うん、菅さんに言われると腹が立つっていうね、うん、わけわかんない対応です、うん、まあね俺ね石原慎太郎って 結局一体何だったんだろうっていうっていうかまあそのいろんなね昨日速報が流れてからあちこちに書かれて、うん、まあ特に3経とかもねもう右派大絶賛のさすごいよねいいことしかしてないみたいなねなんかもう 新銀行東京の話はどこへ行ったんだとかあの人このあとこの人すごい女性別視発言を繰り返したイメージ凄まじかったか、ね、いやだってこれ多分時代が10年後だったら、うん、ういやめてたと思う、うん、うん、やばかったと思う、うん、だって森内郎の100倍ぐらいひどいこと言いや本当にねっ女は会議が長いんだよみたいな ことで辞める時代ですからね、うん、そうそうそんでどころじゃないよ石原慎太郎さんは、うん、あのババアはとか平気で言ってたよねやばいよ、うん、<laughs> いやだって東京都民の女性たちからしてみたらですよあの石原都政が長くって女の人をこうあそこまでこうきゅーっとやったらね反発でまあすぐではないけども 小池百合子が誕生する演員を生んでるんじゃないかなというふうに思いますよなるほどうー、うんひとまあその反動としてってある,<う>あるかもねある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 これは確かにそうかもしれない、うんなめね、まあ本当その別紙発言もひどかったけど、うん、まああとやっぱり中国とかね韓国に対するさやっぱり別紙発言も凄まじいものがあってさ で、結局彼はさその、彼のやったことでやっぱりすごく未だに影響、悪影響っていうか影響を与えてるのはやっぱり尖閣、尖閣だっけ尖閣諸島。いきなり東京都が買うとか言い出してさ。ほんで、東京都が買うとかされると困るから、結局は大騒ぎのあとで、当時の野田政権ね、あの時民主党だった。うん、それが結局は国有化するっていうことで。うん なっちまってまあ中国とのもめ今のもうこの揉めている状況のまあ原因ってほぼあれだよね。そうですよあれはさもちろんもう戦後すぐからいろいろもめていて小平、うん、もあれはやばいって言ってうん、うん、だけどあれ結局小平はあもうあの問題をどうせ解決しないから、うん、たわらんでおこうと。うん 触らないのが一番いいんだと曖昧にしておくのはね。うん、で領土問題って結構そういう場合が多いわけよ。うん、だって結局どっちが主張したってさそんなの片方があのせ納得するはずもなくであんなさ人が住んでないようなとこなんだからほっときゃいいわけよ別に。うん、でとう小平はもうほっとけばいいんだと触らないのが一番いいんだって言ってたのに。 そこに触るどころか国有化とか言っちゃってさ、うん、まあ話をなんかこうそこで火つけてまあ以来ずっとやはり日本と中国の揉め事の対象になってる、ね、まああの本間さん、うん、ちょっととても素敵で面白いページがあるので海上保安庁のページを送りました、うん、これね、うん 海上保安庁尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶などの動向と我が国の対処のグラフ。うん、うどうですかね。2012年の9月から突然増えてませんか。ああ、そうだよね。これ、えー、その頃でしょあの尖閣諸島国有化問題が起きて、石原慎太郎が騒いでいたのが、うんえー、この月です。そうでしょで、ここからもうペーンって上がってるの。 で、日本がね、あれ、日本政府の対応として正しかったのは、尖閣諸島をね、東京都で買うぞーっていうふうに言って、ま、中国から抗議が来たという時に、に、はい、当時の民主党の野田首相がね、あのう対応すればよかったの。<laughs> あれはの地方知事の長がなんか頭おかしくなって言ってるだけなら、日本政府との,かいあの見解は何にも変わりませんから、はい、心配せんょうでください。<laughs> って言っとけばよかったのに、 東京都が買うのはけしからん。仕方ないので、あの、政府で買います。とか言ったから、どえらい問題になったんだよ。なっちゃったんだよな。<laughs> 見てよ、このグラフも明らかだよ。<laughs> おかしいでしょ、これ。で、それでこっちから火種を作っておいて、もうそれ以降、安倍政権になってから、 領海侵犯だ、領海侵入団、うォうウォー、ウォー,うわーっていうふうにこう言い続けて、こっちからべって左を投げておいて、向こうがふざけんだってっとら、ウてる送ってる,ってるとかって挑発し続けたのが安倍晋三です。ういやさ、<もう S 2> それは大変、<laughs> あの、領土問題って本当大変でね。それで、もちろん俺はね、うん、あ,のあれが中国の領土だなんて全然言うつもりないんだけど。うんうん、もちろん、もちろんそうよ。 そう、うん、なんだけどあのー、もちろん日本人としてはあれは日本の領土だって思ってるわけだけど、うん、だけどやっぱり同じように中国もそれを主張しているわけ、ねうん、でこんなの絶対にさ、まあ、結局これってさどうやって解決つくかっていうとさまあ、要するに先住民がいるかどうかとかさ、うん、ま人を送り込んじゃってそこに住まわせちゃうとかさ、うん、まあ北方領土ってそうだけ、ね、ど。 うん、そうなると実効支配がっていうことになっちゃって、うん、まあそれひっくり返すとひっくり返すのはやっぱりあーどうしても軍の力が必要だとか、ねうん、だけど尖閣はさそういうとこじゃないわけよ別に、うん、ほっときゃよかったわけよでほっといてあーのー向こうの国家主席とかもさまあほっとこほっとこってうんこれは兵はそういうっ、ん、でなったけど、うん、向こう 東京都がこの石原慎太郎が喧嘩を売っちゃった手前向こうもさ応じざるを得なくなってだからこの石原慎太郎の動きがなければ、うん、日本と中国はもっと友好的にもっとあのちゃんと国交が開かれていて経済的にも活性化しててうちらの金になりました、うん。 いやこのあとずっとさそういう領土問題でいろいろずっと揉め続けてさうん、うん、あまあ本当だって別にだから何回も言うけどじゃあ尖閣で揉めなければならないようななんかさ、うん、ものすごい理由があったわけじゃないじゃんうん、うん、いやそれは石原慎太郎は自分の自分のその何あの思想に照らしたら問題だったんだろうけど。うん で、やっぱり彼ってさ結局ねいや俺、うん、まあ結局そのなんかいろいろやったとかなんとかって言うけど、うん、結局この問題ボカーンとやってさ、うん、中国と揉めるだけ揉めて、うん、そして結局彼は何の責任も取らずに去っていったわけじゃん。そうです。ね。だからまあオリンピックの問題で言うと承知して、うんえー、4兆円の税金を使い、えー、尖閣諸島問題で揉めに揉め 日本のの外交上のあの悪影響これちなみにアメリカも困ってることですからね。うん、ねでアメリカ的にも嫌なわけですよ。で挙句の果てに新銀行東京で全金1,000億とか1,400億とか忘れたけどそれぐらい突っ込んで凄まじい赤字を出してでかつ女性蔑視発言を繰り返し私は小池栄子を生んだ縁因の一つだと思うけど。 うん、都民がねいまだに小池百合子を選んでるっていうのは <laughs> ああいやなんかなんかいいことあったっていうのが正直なところですよ私。だよね。うん、まあ自民党の中ではさやっぱり右派、うん、してねなんかこうほら青年商工的なさ、うん、立ち位置、うん、になってたけどうーんなんかだからであの人もほら 自民党の総裁選に1回出たことあるんだよね。うん、で出たけど負けて、うん、で負けて失意のうちに衆議院辞めるわけよ。うん、衆議院実は衆議院議員まああの衆議院議員とか参議院議員任期途中で辞めて都知事とか県知事に出る人っていっぱいいるんだけど。うんうん 彼の場合は、衆議院議員辞めて、もう議員辞めたって言って、もう俺、政界引退とかって言って、辞めた後四4年ぐらい経ってから都知事選出るわけそう急にね。急にあ。ちょっと不思議なんだよね、うん、あの人ね。やるやるややったことが。で、ただまあ3期はやったからね。あ4期目で辞めたんだけど、途中で。うん、そうん、そうそうそう。うん、4期14年です。だよね。 まあそれで結局その間その彼がやっている間は別にあの何、ー、て言うのだからといってじゃあ例えば何でもかんでも無料化しますとか何とかっていう手法とか別に取らなかったんで、うん、あの一応都政の運営としてはさまあまあまともうん、うん、あのー、都政がすごい赤字になるとかそういうことは特になかったけど、うん、けど,けど えっとその新銀行東京を作っちまってでうやむやのうちに解散するっていうわけわかんないやれになっちゃってあれも相当やばいもんだったんだろうなっていうほとんどいいもんだから<れ>ね今あれをあの石原慎太郎を称賛する文章のっけてる連中は新銀行東京のことなんてもうほとんど書いてないわけでさだって私あれ作っていた当時ねあの私の中で 2人、日本の金融のベンチャーを叩き潰した先輩というのがいるんです。あいや、3人かな。うんうん、1>, 1、竹中平蔵、うん。2、あと木村っていうね、官僚がいるんですよ。これ、日本振興銀行っていうのを作ったやつ。<お>で、3、石原慎太郎。うん、この日本振興銀行っていうのと、新銀行東京っていうのが、まあ、当時、まあ、財務省がね、 あのー、銀行し新しい銀行をねあの作らせようと、うん、やっぱり、あのー、今までの古い銀行だけじゃダメだとでか、うん、すぎるし日本の産業振興に役に立たんと、うん、だからあちゃんと、あのー、銀行にもベンチャーが必要だっていう時代があったんですよバブル崩壊後ねそうでそういうのがあってで新しくね あのそういう銀行の参入消費が下がった時がある、うんで私はその時、まあ、2 5 6歳くらいでねあのそういう動きを見てたんで、まあ、ソニー銀行ができたり e バンクができたりいろいろそういう流れの時ですよ。うん、で私が銀行を作って挑戦しようというふうに思ったんだけど。うん いろいろ進めている流れの中で新銀行東京と、まあ、今日は日本新興銀行の話しないけど、あのー、老いたがあったんですよ。まあ、もうずさんな経営、うん、くっそ最悪な経営してでそれのせいでもう財務省とかはいや,やっぱりバッあの銀行っていうのは昔の企業に任せなきゃダメだめだっていうふうになってなしになっちゃった。 あれのせいで日本の金融の発展めっちゃ遅れたよいや非常に残念本当に。にちなみにあの新銀行東京に関してはできた当時からかなりウォッチして結構中にいる人とか取材してたんですよで細かくは言わないけど、うん、地方の都市銀行とか地銀とか結構潰れてた時期じゃないですか、うん、でそういう人たちを引き抜いて雇ってたんですよ、うん、でもね その銀行が引き抜いた銀行の銀行マン聞いてるとね経歴、うん、P 銀行 P 銀行 P 銀行全部いやこれあれやらかしたところやなとかあの巨額の不良債権えっ詐欺やってたところとかもうそんなところばっかりの予定集めだったのよ <laughs> でそれを見て幹部がそんな人たちばっかりだったのね現場のちょっ と危険かもっって思ったもんそしたら案の定不良債権抱えて潰れちゃってで税金無駄遣い挙句の果てに金融の発展を遅らせてしまった日本の産業がうまく回らなくなって、えー、新陳代謝が悪くなったのはあれ一因ありますよとてつもないプラス4兆円の税金使ったオリンピックと 日中韓国との、まあ、外交破壊で破壊だけして去ってったなってそうだよ、うん。私のイメージはそんなんよ <laughs> いや俺もそうだようんうんもうほんとあのー、まあねネトウヨと一緒でさ、うん、もうかき回すだけかき回して唾吐いてあとは何にもしないで去っていくっていうさ、うん そういうい感じ何、うん、かもう本当にこうまともなことまともなこと言って何をしたんだろうって、うん、俺は全然こう石原慎太郎と全く評価しないそういうところでは言おうとし評価しないんだけどさ、うん、あと何だっけ彼の小説「太陽の季節」とかさうん。うん あれの一体何が面白いまあ時代だけどな、うん、今読むと全く面白い別に大した小説じゃないよ全くうん、うん、なんかちょっと跳ね返りの青年が出てきていろいろ騒いであの青春って楽しいなみたいな <laughs> あの本なんだけどさ,、ま、さ創作物に関しての評価は人それぞれなので <laughs> まあここでことさ言わなくても <laughs> <laughs> まあ俺は好きじゃねえっていう話だな <laughs> 政治家として政治家としてうんまあその政治家としてはそのだから自民党の中で政嵐会っていうさ、うん、そういう右派グループ作ってね、うん、でめっちゃくちゃ右寄りなことを言っててあのだからそれこそ 当時まだそんなに力がなかった中国とかに対して非常にこう高圧的にね、うん、言ってよと、うん、して自民党の中でもだから浮いてたわけよ、うん、当時の自民党はやっぱりリベ,リベラルがもっと強くってさあのっていうか戦争を知ってた知ってる世代がいっぱいいたから、うん、もうそんなお前あんな気違いみたいなあのなんかこ,う,このもう戦争持ちさずみたいなさ。うん そんなやつはもう本当相手にせずみたいな、ねうん、そういうやっぱり自民党重鎮たちってみんなそうだったからさまあちなみにその政論会にオリンピック招致委員会じゃなかったオリンピック組織委員会会長の森喜朗様がうん当然入っておりますそういうところにも首突っ込んでんだよね、うん、森喜朗ってね、うん、まあだからそれで結局そのねオリンピック招致 2020年の東京オリンピックの前に2016年も招致しようとしてその時は負けてるわけよ。うん、うん。えー、っとつまり2016年だからリオに負けたわけだよね。うん、でねなんかあ,のあちこちに出てるけどそのコペンハーゲンで、えー、その決選投票をやってリオに負けて。 で、帰る途中の飛行機で石原慎太郎は泣いていたと。っていうね泣いていてそれでまたそれでも諦めずにねやった結果2020年が日本に来たんだって言ってなんかまるで美談のように書かれてるけどお前これ美談じゃねえだろっていうさ配分の章やただ。電通と組んでお前電通に好きなようにやらせてさ大儲けさせて。 っていうねあのー、まああのー、そういうとにかくうーん一回負けても諦めないとかね、うんまあ、そういう気概は確かにあったわけ、うんうん、でで2020を招致した時はもう引退していて。 ほとんどで今回こういう低らくになって税金をバシャバシャ捨てたけど、うん、それに対するあれもないと。まあ彼らの世界ではさあのー、まあいろんな業界がいろんなって例えば建設業あの辺のこの神宮の再開発で。うん やっぱり石原家にめちゃめちゃ金が入ったんじゃねえかそういう話っていっぱいあんのようん、うん、なんか彼としては大成功だったと思ってんじゃないいやそりゃそうでしょう国民の税金都民の税金躊躇して好き勝手暴れてさで自分の懐が潤えばそれよかったよ、うんうん、いやね、まあ、私がちょっと今日話したかったのはさ いやそお亡くなりになりましたよでそれは確かにご冥福はお祈りしますよだけどあまりにもやってきたことに対する負の側面これが語られなさすぎうんおかしいってねそうなのよ、うん、やっぱり負の側面があまりにもでかすぎてさ、うん うん、まあだからほら東京オリンピックに関して言えば、まあ、オリンピックというものに反対してるかどうかで書き方が変わるわけですよ、うん、だから大手のメディアはだってスポンサーだったからさ、うん、東京オリンピックなんてものを承知してっていう書き方にはならないわけだよね、うん、むしろ功績の一つになっちゃうわけようん、うん 本当そこはねまあやっぱりこうやっぱりそこで間違った歴史認識がさ、うん、出来上がっちゃって「うん、あ石原慎太郎さんありがとう」みたいになっちゃうけどさちなみにあのここまで両極端なものを示してもねしょうがないんですけど韓国の報道を買ったじゃないですか <laughs> うん、うん。 あの日本は神格化してるしいやお前もちょっと言い過ぎだろっていうでも気持ちはわかるけどさこういうこと言うから喧嘩になるんだよっていうあの事例を述べてもいいでしょうか、うん、ねどうぞ、えー、中央日報日本の極毛毛原製造機、うん、石原慎太郎元東京都知事死去これはさすがにちょっとで、ね、いくらなんでもこれはこれは これはちょっと <laughs> あ<の>死者に対する死者に無知を打つっていうね、うん、いやまあ盲言製造期な部分もあったけどあのもうちょっと <laughs> <laughs> こういうの見るとあの私もカチンときますよさすがに <laughs> すごいよなやっぱりこう韓国とか中国とか <laughs> あの敵対してる相手は死んでも許さんっていうのあるよ、うん、まあただまあむまあ韓国からしてみたらいや確かにこの「盲言清掃機とか言われたらカチンとくるけどとはいえ彼らがなんでこんなに怒ってるんだっていうのはねやっぱり。まあ、従問題さ、うん、あったじゃない いやあら朝鮮の使用人があの圧んしてたんやろうとかっていうふうにこう言っていえいえそんなこと言われたら怒るって。まあ彼はほら一貫してさあのー、朝鮮はその朝鮮側の意向でこの併合したんだうん、うん、別に占領してたわけじゃないんだ、うんうん でしかもまあ当時のその朝鮮のその文化度っていうのが非常に低かったからお前日本はいろいろやってやったじゃねえかっていう。うん、うん。まあそういう立場をずっと、うん、あの、しかもずっとそれを言い続けてた人だな。うん、まあね。それは一面はそういうのはあったとしてもだ。うん。その政治家として、いや政治家ってさ、 やっぱりまあその日本日本という国がうまくその立ち回るもううまく回るようにするのが目的なわけだけど、うんまあ、そこでさ自分の信条に反するからっつってさその外国を徹底的にけなすとかさ、うん、あと外国との問題も積極的に作るとかさ。 そういうことしてるからお前日本がずっとそれで苦しむことになるわけでさ、うん、そういう大局観っていうのはない人だったと思うよゼロでしょうんそういうのはないよねいやそれは産経とかからすりゃさまるで神みたいな扱いになってるけどさやっぱりこうまあ右派ってもうとにかくあのー 紛争が永遠に続いてもいいんだっていう立場だもんね彼ら。それが政治<え>自分の政治のね人気取りになっているからむしろ騒ぎがないとダメぐらいに距離ですよ。だよね、うん、うん。まあそうだよな。だからなんだかさもうほんとこうね今日今日じゃねえや昨日から。 石原慎太郎さんありがとうみたいなニュースがいっぱい出てるけどさ、うん、まあそれはどうかなっていうのがまあまあ例えた,とかたねそうなんですけど一応言っておくとさすがに亡くなられた方に突然極空の猛原製造機っていうふうに言うのはちょっと私は言い過ぎだろうって <laughs> <laughs> 思いますよだから、えー、とウ派からすると神よっていう扱いで。 えー、とある方向から見ると悪魔ぐらいの勢い。だってオリンピック誘致活動を推進してさ税金4兆円使ってさどうなったんよ。まあ、正確にはあの誘致を促進させて。 正式な契約を結んだのは猪瀬さんの時代だけど猪瀬さんだって石原慎太郎の時の時知事じゃないですかそう、うん、石原だからそこはまた石原慎太郎の面白いところで、うん、その猪瀬さんってほら作家まあ猪瀬さんって本業作家だから、うん、別に官僚経験も何にもないわけです。うん、だけどやっぱりすごいいい本書いていてで結局あのー、ほら。 えっと、高速道路のさ、高速道、あと首都高のじ、えっと、無料化、うん、を巡ってさ、もう官僚と結構、血みどろの戦いとかやってたわけよ、あ、うん、の人。で、えっと、それはなんだっけ、えー、っと、小泉内閣の時だったっけ、なんか、えっと、やっぱりいきなり抜擢されてさ、うん、あのー、えっと、運輸大臣やった頃ですか そうだよね、猪瀬さんってね。で、結局、ええ,えあ猪瀬さんの方ですかあ猪瀬,猪,瀬猪瀬さんはえー、っと運輸大臣はやってないです。あごめんごめん運輸大臣じゃなくて、なんだったっけ、うん、なんか特命担当大臣かなんかやってなかったっけ猪瀬さんは特命担当大臣はやってなくって、地方分権推進改革推進委員長とか。うん。 で、その時か首都高等ですげえものが。道路関係4公団の民営化推進委員長とかやってた。ああ、それね、それね、そう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 いうところでやってた実力を買って、あれじゃなかったかな、副知事に、うん、あの石原が呼び込んだんじゃなかったかなって記憶してるけど、ただ、猪瀬さんってやっぱりそういうところをすごい一生懸命やってたからさ。うん、俺、イスさんって別、あの <coughs> オリンピックを推進するところは批判してるけど、うん、あ,のあの頃その首都高の無料化とかさそういうことはすごいよくやってたと思うよ、うんうん、ほとんど孤立無援になっちゃってさ、うん、大変だったと思うそこは俺すごく高く評価してんだよね、うん、ただそんだけの人がさ何であんなあんなもうあの赤字必死のさオリンピックをなんかこう必死になって引っ張ってきて嘘までついてね <laughs> 7000億でできるんですよ、す史上最も安いオリンピックですって言って、4兆円であとほらあの、東京の夏はあの過ごしやすくていい季節とかって言っちゃって、うん、おい、そんなこと言っちゃだめでしょうよっていうのを嘘をついて承知したわけですさ、うん、そこは俺、猪さんってよく分かんないなと思ったけどね。うん まあもうその頃はあれなのかもしれないね、犬さんも。そのあこれはやっぱりもう体制側に乗っかっちゃった方が楽だなって思ったのかもしれないよね。ね電数とかに取り込まれた方が楽だな、これ楽だわーって。<laughs> 権力に歯向かうよりも権力と一緒になってズブズブやった方が、あったかい、楽だわ。 それは楽だよね。<laughs> それは楽だよ。我々も常に官房にするください、くださいとアプローチしておりますけど、一向に来ない。<laughs> それはもうそうなのよ。うん、ほんで誘致した結果がこれですかと、うんで。彼の誘致した時の青写真と全く違うっていうか、あの恐ろしく巨大なものになっちゃったけど。うん それでもなんかね、オリンピックやってよかったとかツイートしててさ、稲、うん、さんもよくもう、いこじになってんなっていう感じだったよね。うん、だって彼が優志で、あのごめん、<laughs> あまたあのちょっとごほってやるとすぐびっくりし、うん、もう本当に違うものになっちゃったからな。うん、だって彼、誘致したときはさ、あの国立競技場をそのまま使いますって言ってたんだろ で、他の建物も全部あるものを使うんだと。で、一番とにかくコンパクトでお金のかからないゴリになるんですって言ってたんだからさ。うんうん、それが全部ひっくり返っちゃったわけで。うん、で、そのことを問われると、だって俺もうそのところ都知事じゃねえもんとかって言うんだけどさ。知らん知らん。それはないだろう、ういくらなんでもって。って感じだよね。うんうん そうだまあねそういう猪瀬さんとかいしあのすごい能力の高い一生懸命やる人をいきなり副,副都知事として引っ張るとかさ、うん、そういうところの大胆さっていうのはもちろんあったわけ、うん、あとあそうか数少ないなんかあれはあれかディーゼル車規制かあそういうのもあったねあったよねうん、はいうん、それはまああれかね数少ない。う かもしれないないあとはもうとにかく引っかき回して去っていったっていうだけだろうあとあの東京都立大学の名称を首都大学東京っていうクソ出せの聞かれたっていなんでそして首都大学東京確か名前戻ったはずだようんうん、うん、なんか戻したね戻したほ、うんとな,なんかな 初大学東京ってすっごいダサいね。<laughs> で大学なんかすごいダサいし認知度も低くなっちゃったからやめてよっていうふうに言ってあの小池百合子ですらまあ確かにねって言って元に戻したんですよ。そうね。うん もうそういうさなんかもう、うん、<laughs> まあ引っかき回していった人も年を取って去っていくということでいいんじゃないのでも引っかき回すだけ引っかき回されて「あの人そんな個人を言うなんてとんでもない」って言い続けたら多分。 いくらでもグワーってやったら何にももうあの死んだら大しまいっていうのはさよ、うん、くないと思うようんいやあの東京に乃木大将の神社あるじゃないですか乃、うんうん、木神社うんでもんで軍人やでってでしかもあの203こっちの戦闘の時に <laughs> どんだけ <laughs> あの兵隊ぶっ殺してんのっていう <laughs> 自分の、ね、自分ののああいうの見てると「えっんかいろいろあったけど死んじゃったらたあの神様ですか?」っていうのいやんかそれはさ、うん、まあ特にあのあれあのそういう時代だったからいやそうだけどなんかやっぱ亡くなったら「はいもう個人なんで責任問えません」っていうのってやっていくといや そういう不気味さも感じたよこの一連の報道は、うん、産経新聞なんて新しい神様が誕生したぐらいの勢いのあれ書き方じゃないですか <laughs> そう,そうリーダーシップの裏の繊細さそして純粋さみたいなこと書いててキモい <laughs> もやって産経だからだけどさえそうまあ本当ねまあ彼らにとっては神だよね もうひたすら全て日本が正しい。んであの中国韓国がっていうのは一つも正しいことはないっていうさまあそういう感じの人だったかな。はあなんかねまあでもなんかなまあ結局ほらで石原伸びてるとさあの弟。 なんて何の能力もないのにね国会議員やってって、うん、まあでも伸びてる落っこってでもそれはやっぱり父親の七光光がもう効かなくなったから,からね、うん、まあこれで秀原家も終わりかなっていう、うん、大変いいことだと思うなそこはまあ,あの応援に来なかったのは違和感があったからね やっぱり体調悪いんだろうなっていうふうには思ったけどうん、うん、まあそういう、うん、いやもう何でも前から言われたからでほらなんか時々写真が出るけどもうなんかボケちゃった顔してたじゃない、うん、なんか焦点定まらないような感じになってたし、うん、まあでも89だからなよく生き延びたよな だって、これ、安倍元総理、批判を乗り越える強さがあった維新、松井代表、本当に親分でした。いや、あの、<laughs> うん、ま、この2人のこのコメント聞いてるだけで、まあ、それ、維新の会共同代表だったし。 オリンピック招致して安倍さんからしてみたらのマリオでチュンチュンチュンとかってドだから出てこれたのはあのーまあ、石原さんのおかげだし、ま、ち,ょっとちょっとこういうのっていやこれただの作家だったらね例えば作家さんが誰かお亡くなりになって私がその先にくっそ嫌いだとするじゃないですかそれで亡くなった次の日にね いや,いやあの作品だメだったよっていうのは私は,そはおかしいと思うけど、うん、政治家でとてつもない税金使ってで残念ながら無駄遣い多かったのよ。それだったらやっぱそれは、うん、やっぱ批判されておかないとダメでしょうん。うん あれがすごい人だったなんてさそんな話は産経だけでいいってうん、うん、でも他のね新聞なんかは一応さまあほらこういう追悼記事ってさあの予定校だからね、うん、もうあいつ危ねってなるともう作ってあるんでさ、うん、そういう予定校ってそういうほらなんか美談が美談というかさまあ個人を貶としめないようなもの 1つか2つぶち込んであるわけよ。本当にそういう,う典型だよね、これなんかね。うん,うん。ちょっとね。まあ産系はちょっと別として産経系はちょっともう、神降臨みたいな感じで。<laughs> なんか、いや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 系 <laughs> のあれにすりゃいいじゃんね。あの、社内にさ、うん、銅像でも立てるやいいじゃなね。いや、ほんとそれぐらいにきゅうりいいよ。うん な何かな石原慎太郎ってなんか異様だったもんな、うん、やっぱり自民党の中でもとにかくちょっと浮いてたしねうんうんかなり浮いてたぞあ<ー>あの昔の記憶で安倍晋三が尊敬し <laughs> ま維新の松井代表が、えー、親分でしたとゆいで税金無駄遣いあ 小池子なんちょっと小池知事石原慎太郎うん普通ですねごめん普通の不法に接し大変残念でなりません謹んで哀悼の意を表し心よりご冥福をお祈りいたしますだって、うん まあ突然死じゃない、まあ、突然死っていうかさなんかし現役で仕事してていきなりバタって倒れたっていうのと違うからねで続き石原元都知事におかれましては東京から国を変えるとの強い信念のもと都政を力強く牽引してこられましたディーゼル車規制をはじめ都政に残された数々の功績は今なお貴重なレガシーとして成熟とし東京にしっかりと根付いておりますまた 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は石原元都知事らが、えー、自ら招致を表明された大会です。この大会を跳躍台として東京の希望ある未来を力強く切り開いていく、今、都政に課せられた使命に首都・東京の発展に対する元知事の強い思いを受け継ぎ、尽力していく決意です。改めまして、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げますとともに、個人が安らかな眠りにつくりますようお祈り申し上げます。うーん。 まあ、結局東京オリンピックに結び付けて、うん、自分の功績もちらっと見せつけてっていうねやつですかねお前「ばば」って呼んだのを許さんぞとかそういうの入ってないっすね入ってないよねつ <laughs> まんないよね、まあ、<laughs> まあまあまあ本当なあれじゃないのまあそうですね 本当な長寿ってやつか、うんうん、まあなあどなまあとにかくうんあのー、それはそういういいこともやったかもしれんが負の遺産の方がはるかに巨大うん、うん、はるかに巨大だよ彼の場合はまあそういう意味では 孝罪合わせ持った人ではあるんだけどまあ、財布の部分がちょっと大きいんじゃないって思うよ、うん、いくらなんでも。そうそれは間違いない。うん、だからね我々はそういうふうにそういう立場なので、うん、そういう内容なんに今回はそういう内容になって。うん いやー石原さんいい人だったよねーっていうような話にはならねえいやならんなー無理やろ、うん、個人的にやはり新銀行東京の失敗が痛すぎるあれほんとに日本の発展ダメにしたよ、うん、まあね俺なんかよりも10ぐらい年上の人いわゆる団塊の世代、うん の人たちなんかは、やっぱり石原慎太郎っていうとまず最初はあのー、小説から入るからさ、うん、入ってるからね、うん、そういう人たちはやっぱり石原慎太郎って結構なんか自分たちの世代の中ではすごくこうあのー、なんかなんて言うんだろうなまああの小説の中身なんかから見りゃすごい自由でさ。うん なんかこうねあのー、若者の代表みたいな、うん、そういうところはあったからね、うん、人だからちょっと違う考えを持ってる人はいるかもしれない、うんやっぱり「あ太陽の季節よかったな」とかさ、うん、そう思ってる人はいるのかもしれないな、うん、まあいるのかもしれないっていうか確実にいる,いるでしょう、うん、それは大ヒットをかましてる本なんだねうん、うん ま、えー、とはいえ、東京オリンピック、新銀行、東京、えー、尖閣諸島で揉めたこと、まあ、数々の差別発言は、私は良くないことなんじゃないかなというふうに思ってね、今日は話をさせていただきました。まあ、とはいえね、さすがに韓国のあの書き方はいくらなんでも、私はやりすぎだと思うよ。もななななくなった中、まあ、中国国はなんか,なんかないの、中国は 悲しいんです、それが、本間さん、それ言っちゃったか。うん。気にもされてません。記事がないです。ないんだ。はい、すげえな。いや、それはもう、向こうからしてみたら、大国ですから。うん、20年前だったら、中国も反発してただろうけど。あら。それ、一番石原慎太郎、悲しんでるだね。無視されてます。無視されてる。少なくとも えー、いわゆる人民日報には、えー、トップページ全部チェックしましたけどないですあ残念はいついに中国にも忘れ去られたかねえ、はい、おちゃん、うん、それ一番石原君としては悔しいだろうなまあ残念ながらうんねえおっちゃん多分しばらく経ってから知るんじゃないですか あああなくなったのって。ぐらいの勢いでしょ。やれやれ。<え>まあそんなわけで。おっちゃんもそう思う。うん。まあちなみに私は石原慎太郎さんのノートな、なんだっけ、ノート言える日本だったっけな。うーん、なんかあったね。うん。うん、あれ昔読んだことあるよ。うん。うん。なんかあったな。うん。まあ、あの、 えーっとねそうそう「ノーと言える日本」えー「うん、新日米関係のうんたらかんたら」っていうね、うん、あのやつでソニーの人と一緒にソニーの創業者の森田さんと一緒に書いた本ですよすんごい昔の本だよ1989年なんでうん、ねうん、懐かしいな大ヒットしたよね、うん、まああの頃で止まってるんだろうねバブル崩壊前 大絶頂期、日本すごい日ああいやーちょっとあそこのねイメージのまんま突っ走ってる人が一、まあ、人亡くなったというのは時代の流れだなというふうには思うけどももう時代がだいぶ変わっていますよ、えーで。なのにもかかわらずその人の光の部分光の部分だけを政治家がね。 亡くなった時に取り上げるのは危険な行為じゃないかなというふうに思って、え今日うは本間さんと語らせていただきました。まあ、何はともあれ、ねあの、遺族の方々とか、まあ、当然本人、ね、遺族の方々おご興味申し上げますし、本人に関しては本当にご冥福をお祈りします。え本間さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。